今回は第83期 A 級順位戦、豊島将之九段 VS 菅井竜也八段の対局に対する将棋ファンの声をお届けします。ではいきます。豊島九段0勝3敗 VS 菅井八段0勝3敗。今日はともに3連敗スタートの豊島菅井か。負けて4連敗になった方は早くも鬼神号って感じの大一番だな。負けたら赤で勝っても鬼神号だろう。2人とも順位戦以外の成績悪すぎ、散々ディスられた3割名人より勝率が低いのは相当。負けた方はほぼ高級第一項確定な気がする。この後勝てそうな相手があまり見当たらない。あと別に勝った方が安全になるかというとそんなこともないという。不調同士が当たるから片方は全敗だけは避けられる。挑戦者にはなれないがちだと増田は数年は A 級でいられるだろう。序盤始まった。2人ともに早いな。負けた方が高級リーチか。稲葉は順位戦と JT で鍋と続けて当たるし、鍋クリニックで復活するかも。今日負けた方は大ピンチ。藤井に壊された2人の裏天王山か。勝率に割大同士の戦い、どうしてこうなった。普通に振っただけで変なことしてない最序盤で 43% って振り飛車悲しいね。これでも負けるかもと思わせる今期の豊島。アベマ派50、50なのに YouTube は40、60なの、すごいな。人間の対局で振り飛車にしたことによるスーパーの差なんてないも同然やろ。実際天彦が絶好調なのがそれを証明している。普通に指してるだけの駒組み段階で38、62はもはやスーパーセントじゃないからな。 AI ごとにここまで思考が違うとはね。午前中に終わりそうな評価値で草。菅井また穴熊してるけど、菅井穴熊が勝ってる印象がない。美濃の方が向いてるんじゃないだろうか。 YouTube の朝日の評価値が随分開きすぎに感じて、手元の水晶で調べたらまだ1000点200点台の互角だわ。そっちの方がしっくりいく。来週の対局予定で高橋大棋戦が B1 になってる。オーラが B1 なんだよ。大棋が B1 にいる、夢みたいだ。菅井は王将リーグあたりからおかしかったんじゃないか。中盤でほとんど作戦負けなってたし。中盤互角なんだけど、入り穴よりおとり勝ちの振り穴の硬さも不満なく、石田にも組めてって調子良い時の菅井なら圧勝しそうな形に組めたな。まあ今の調子だとこれでも勝てないかもしれんが。つーか、豊島が工夫なくてどうしたんだろう。すんなり振り飛車不満ない形にしちゃって調子以前に研究できてない感じがする。菅井持ち直してきたな。飛車振っただけで激怒するソフトなんて使うなよ。居飛車のが勝ちやすそうに見えるがな、振り飛車 59% なんかな。気が早すぎるかもしれないが、豊島2勝、菅井か稲葉3勝で高級となる流れではある。今期も太一はしぶとく残留しそう。鍋に勝ってるのが後々効いてくると思う。後手に触れてきてるのか。負けた側も稲葉と太一に勝てば十分頭跳ね残留狙える。豊島は8期目の A 級で34歳、南が A 級9期31歳で陥落して2度と戻れなかったから似たような感じになるかも。A 級休憩の後 A 級空気になってしまったわけか。豊島は相変わらずダメだけど、菅井は普通に強いよな。豊島ダメダメすぎだろ。豊島形勢も時間も苦しい。どっちもひどい。今後2年で2人とも B 級域。勝率2割台同士の戦いだけあって白熱してるな。白熱というべきか泥仕合というべきか。これ3時4時くらいまでかかるんじゃないか。すごいとこに飛車打ったな。6筋と8筋絡めて猛攻する気か。よく見たら桂馬取っても5、6角打てるから2級の成桂は取れないな多分。
角切りで菅井優勢。一分将棋不可避。菅井もなんか優勢を意識するあまり全然踏み込まないな。レイジ終わる気がしない。はい、日付超えました。これ愛秒読み行くかね。もう眠くてグダグダ。ザ・順位戦って感じの野戦終盤。豊島持ち駒なくなった。やばそうだな。豊島わかりやすくバックシしてるやろ。豊島しょんぼりしとるな。終局は案外早いかもしれん。やっぱりまだ難しいよ。8三歩1六三桂成と進んで後手もかなり気持ち悪い。豊島が串からちょい復活してるな。ちょっと目を離して戻ってくると差が縮んでる。これが菅井町か。流れは豊島か。桂馬取って6四桂とかいい感じやん。これは間違えそう。うわぁ、いきなり後手に激ムズ問題。ん？あ、うわぁ、あれ、やくった。豊樹チャンス来た。やっぱり菅井やらかした。豊樹気づいてるな。菅井も気づいたか。これは豊島やる気出るな。菅井永久土下当確。これが高級再開争いとか泣ける。久しぶりの真綿期待。菅井もうダメポという顔。あかん、魂抜けとる。豊島 100% 一瞬ボカ食ったけどまた詰んだ。でも豊島寄せられるか。表示ミス。 AI 混乱。投げた。豊島おめすがいおつ。1時18分。おお、生き残ったのは豊島か。順位から言ってまあ首の半分くらいつながったな。お互いの調子の悪さが存分に発揮された終盤だったな。投了まで含め両者秒読みとはいえ0三同士の将棋って感じの終盤だったな。この二人が仲良く落ちそう。両者落ちだがどっちも高級しそうな内容だわ。絶不調対決と豊島に軍配。これで菅井高級筆頭か。菅井来期は B 級1組か。豊島の対局大好き藤井はこの対局最後まで見てたんやろか。2時間以上前に寝てるだろ。藤井に2回も挑戦できた菅井が落ちて、一度も挑戦できてない虎が落ちないってことあるんか。2回も挑戦して万年 C2 のやつおるやん。最高の振り飛車とは。まだ初日が出てない菅井、稲葉はかなりピンチだけど、順位的に対地、千田も危ない。豊島は1位だから今季はなんとかなるかもしれんな。今回はここまでです。よかったらチャンネル登録といいねボタンをお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。